ルソナ3ポータブル女主人公編のひどすぎるバグ。2回ほどコミイベントでなんか恋愛フラグを立てるセリフを選んでないとならないのね。告白イベントが発生しないのね。でもそのさ、恋人でさ、恋人フラグを立てるセリフさ、私あれ嫌でさ、それは私言わなかったんですよ。これまで正しい選択肢を選んでると、あの沢田先輩にその感情は恋ですよみたいな風に選べる選択肢が出るんですよ。それは恋ですよみたいなこと言うと、そうか、俺はあのお前のことが好きだったのっていう風に沢田先輩が気づいてくれて、そこ先ってあの順番がなんかあれになってしまったが、なんか俺と付き合ってくれないかみたいなこと言ってくれるんですよ。はいっていう風で、そうかこれからよろしく頼むっていう風でさ、あの人はさ、頬を染めながらさ、私に言ってきたんですよ言ってきたんですけど内部データ的には付き合ってなくって。